斉藤幸代です。今日のタイトルは自分に頼ってみるっていうタイトルです。人にね、依存したり人に甘えたりっていうこと、できない方もいらっしゃいますけど、できる方も多いと思います。で、人に頼る前にまず自分自身を頼ってみてください。自分でこうしよう、ああしよう、そして自分で責任を持って行動してみる、自分を頼ってみるっていうこと。そうすると、それをやってみると、あ、私ってもっとできるんだわとか、あ、これができた、あれができた、自分自身への信頼っていうのがどんどん太くなっていくと思うんです。で、これはいろいろなことが起きた時に自分自身が信頼できていれば、何があってもやっぱり大丈夫な自分になっていくはずです。ぜひぜひ人に頼る前に自分を頼ってみてください。絶対大丈夫ですから。それではまた。